読んでいきたいと思います。まずは亀さん、ありがとうございます。やっていきたいと思います。亀さん、いらっしゃいますか。今日はね、いろんな格好でチェキを取りましたよ。じゃあまず最初に呼ぶの、福井さん、福井さんさん、書いてほしいことあるかな、亀さん。福井さんさん、ありがとう。1枚、ありがとう。やっほー。今日のね、服はね、お洋服はね、今日は急いで洗濯をして、これを着てきました。お任せする。嬉しいね。分かった。靴も靴下も、これもアクセサリーも全部新しいです。今日もスクラップもありがとう。1枚、ありがとう。あ、でもね、顔の赤くなってきた。いますか。ありがとう。はい、亀さん、ありがとう。お願いします。続きまして、アンバさん、ありがとうございます。アンバさん、ありがとう。いらっしゃいますか。アンバさん、今回は制服とライダースと猫ちゃんで撮ったんですけど、ライダースと猫が黒い服だから、白飛びしすぎてるやつはね、お願いします。省いていかなきゃいけないもん。ジジイちゃん、どうですか。あ、うまそう。ジジイちゃん、よいしょ。全然新しいから、書いてほしいことあるかな、いないかな。全部書き終わったら、コーディネートの全身紹介をします。ということで、ジジイちゃん、ありがとう。銀のペンとかないですよね。大丈夫かな。あ、大丈夫。こちらこそ、ありがとう。ペン、ペン、ペン、こちら、こっち、はい、ありました。可愛いね、かわいいね、かくね。今回は、この頑張ってみるんですけど、先方っていうような、こんばんは。あ、ありがとうございます。すいません、出るかな。ありがとうございます。アンバさん、ありがとうございます。パセニャンコ、ありがとう。お願いします。おお、すごい。出ました。続きまして、いっちゃん、ありがとうございます。いっちゃん、言いますか。いっちゃん、次。あ、アンバさんいた。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうございます。あ、いっちゃん、こんばんは。今日は普通のチキなんですけど、レアコメント今ぐらいあります。何かありますか。クルミヤコのやつと、なんかソルシオムっていうやつ4枚ぐらいですよね。全体的に今日もチキが少ないので、当たる確率は高いと思う。だから当てて。はい、いっちゃん、ありがとうございます。
お願いします。ありがとう。お任せです。あ、書いちゃった。ありがとう。続きまして、福ちゃん3枚ありがとう。3枚どれにしようかな。1違う服の方がいいよね。1、どれにしよう。2、そう、横向きもあるのよ。イエーイ、ありがとう。お願いします。ちょっと待ってね、いっぱいありすぎて。さあ、こんにちは。ありがとう。いや、ありがとう。ありがとう。ちょっと待ってよ。こんにちは。ふくちゃん、こんばんは。皆様、お名前呼ばれたら、書いてほしいことあったらコメントにくださると嬉しいです。ありがとう。お任せ？わかりました。すくちゃん。3枚だからちょっと待ってね。 L だ。1枚。あ、 L を V。 お任せ。何にしようかな。ありがとう。 L を V の。ありがとう。ありがとう。ウィッチ、ウィッチウィズウィッチって、ウィッチウィズウィッチ、その日見て待ってるよ。ごめん。頑張れ。ありがとう。はい、ふくちゃん、1枚目、ありがとう。セーラー服と花冠、生誕の2枚目、クマ。3枚目、横向きチキの猫です。ありがとう。3枚、ありがとう。福ちゃん、届くの待っててください。お願いします。続きまして、猫猫たっくん、ありがとう。じゃあ猫にしよう。猫、あ、ありがとうスタンプ。こちらこそありがとう。猫猫、ありがとう。好き好きにゃんこ。私も好き好きにゃんこ。あかし、ありがとう。じゃん、ありがとう。ありがとう。にゃんこ書きました。ありがとうございます。お願いします。オッケー、続きまして、ヤッシーさん、ありがとう。ヤッシーさん、ヤッシーさんは猫とセーラーどっちが好きかな。猫かな、セーラーかな。制服で応援の一言お願いします。わかりました。制服で、よいしょ。
きました。ヤッシさん、いつも頑張るヤッシさんの味方だよ。ありがとうございます。セーラー服にしたよ。ありがとう。お願いします。続きまして、ともひろさん、ありがとう。ともひろさん、さっきいた気がする。さっきこんばんはみたいな、いたよね。あ、いた。ありがとう。ありがとう。どっちがいいかな。やっほー。じゃこれにします。どっちかな。いつもこれサイン忘れそうになる。ありがとう、かっちゃん。どうも。牛。牛にしました。じゃん。じゃじゃーん。ありがとう。これはレザージャケットのやつです。ありがとうございます。初サイン。大事にしてください。ありがとう。お願いします。ありがとう。牛。名前に牛って入ってたから牛にした。無理やり。続きまして、クロさん、ありがとう。クロさん。どれにしようかな。次、イケメラちゃん、ありがとう。イケメラちゃん、今クロさん、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 猫ちゃんにしよう。クロ猫ちゃんにしよう。お、にゃんこ、ねむねむにゃんこ1枚撮ったよ。ありがとう。ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこの時期クロさん、おめでとう。本当にいつもなんだ、君はいつも運がいい。ありがとう。いつかもそれは本だね。いいね。はい、ありがとう。にゃんこにしました。黒猫にしました。クロさん、ありがとう、はい、こんばんは。ありがとうございます。お願いします。広げてるさ、チキンなので続きまして、3枚バラちゃん、ありがとうございます。バラちゃん、3枚どれにしようかな。1枚2枚、3枚、これにしよう。3枚、今日のチェキはパセリにお任せ。いつでもあなたの心をポカポカ陽気にする、ふちゃかみまいさんのキャッチフレーズじゃん、それは。ありがとう。じゃあこれにするよ。バラちゃん、コメントは何を書いてほしいとかあるかな。バラちゃん、1枚目、ありがとう。次か、そう、今日はセーラー服を着てきました。なぜかというと、8枚目シングルのジャケシャーが制服だったからです。任せます。わかりました。任されます。バラちゃん、
よし、できた。バリちゃん、1枚目、これは生誕祭のこれを今日持ってきました。これと生誕のお花に入った風船と猫です。ありがとう、バルちゃん、3枚ありがとうございます。お願いします。続きまして、続きまして田辺さん、ありがとう。田辺さん、JK?JK 言ってるよ。じゃあ JK にするね。どの JK が来ないかな。じゃあこれにしよう。なんか好きそうな JK を。お願いします。好きそうな JK。 ありがとう、1枚。なんかレアじゃないけど横向いて悩んでる。じゃあコメントもそれっぽくしよう。ありがとう。レアじゃないけどなんか悩んでる。ありがとう。好きそうな、はい、田辺さん、ありがとうございます。好きかどうか分かんないけど好きそうな JK にしました。これのポーズです。ありがとうございます。好きな JK、 ちょっとリップタイム入って、ちょっとリップ、さっきなんかリヌタンがチョコくれて冴えたからリップを塗り忘れてました。続きまして、ケンタさん、ありがとう。ケンタさんはどの JK が好きかな。猫が好きかな。こんばんは。レアなやつ、レアなやつ。どんなの、1枚かな。ありがとう、レアなやつ当てたよ。もう JK が好きと思われてる人になって。じゃあ JK で分かりました。あ、そうだな、これにしよう。レア君スーパーレア、英語なんていうか分かんないけど、スーパーあレア、イエス、スーパーレア、スーパーレア。おめでとう、本当に英語上手だから。スーパーレア、スーパーレア、合ってる、スーパーレア合ってる。どうだろう、これは、これは圧と言われてしまうのかな。どうでしょうか、好きな JK かな。ケンタさん、ありがとう。ありがとう、お願いします。続きまして、 JK、 みんな JK がいいの。続いて、リンタロウさん、ありがとう。リンタロウさん、三田野さんはどっちかな。猫ちゃんね、猫ちゃん。イケアのメガネ、パセリの、うん、パセリの、よくわかったね、パセの。なんでもわかった、猫ちゃんする。猫とクマにしました。ありがとうございます。お願いします。春夏秋冬が述べてるよ、みんな。綺麗だ。
続いて2枚、2枚ともっちさんです。ありがとうございます。ともっちさんは JK さんかな、猫バス、ライダーズ、でもライダーズほぼねこうやって白飛びしてて、猫もなかなか、じゃあこれにしよう。これと何でしょうかな。ありがとう。じゃあこれにするわ。いやこれにしよう。こっちにする。決まりました。全力で圧をかけて。わかりました。全力で圧をかけるの？分かったよ。五十音順じゃないよ今日は。よしと。ね、まだ間に合ってます。まだ読んでない。大丈夫だよ。よし、全力で圧を。みんなももしなんか書いてほしいことあれば、あのパセリが書き始める前にスッともうコメント欄に。コピーできるように用意しておいてもらって、送ってもらえると書けます。はい、よしと、ありがとうございます。Thank you。 今日ね、チーク今まで塗ってないんですよ。トモッチさん、昔から顔が全力で熱、ちょうどいいね時期がありました。大丈夫かなこれ。いきます。じゃーん、こちらパセリ推しだよねと DD からの卒業おめです。圧をかけてと言われたので圧をかけてみました。ありがとうございます。お願いします。お、僕隊待ってるね。気をつけて来てください。じゃあ持ってきてね。あ、間に合わないか。続いてシェンさん、ありがとう。シェンさん、シェンさん、シェンさん、どれがいいかな。じゃあこれにしようかな。これにする。書いてほしいことあるかな。こんばんは、やっほー。シェンとマーク、ありがとう。石けんまこれはマイカ公園でやってる一瞬のスリル。佐藤君、後で2枚。あ、違う、今1枚。ありがとう。ゴキちゃんにする。ゴキちゃんにするね。お、後でゴキちゃん。ありがとう。今ゴキちゃん。ではナイス。おめでとう。よし。肘を打ちました。ありがとうシェンさん、届くの待っててください。ありがとう、お願いします。続きまして、あ、まだ仕事中なの。お疲れ様、頑張って。はいと、お腹空かない。続いてひろっちさん、ありがとう。ひろっちさんはどういうのが好きかな。最近ちょっと運ないからさ。どういうのが好きなの。最近ちょっと運ないからさ。大丈夫、ありがとうございます。こちらこそです。
よってさ、応援してください。分かった、応援するね。これにしよう。なんかめっちゃ黙々書いちゃう今日。いつもめっちゃ喋るのに、いつもめっちゃ喋っていつも押すのに今日は黙々じゃ書いちゃう。ありがとう、ひろっちさん、応援メッセージ書きました。お仕事で頑張れ。ありがとう。ファイト。ありがとう。お願いします。なんかこの初訪問、初訪問のさ、あれがついたじゃないですか、ショールームだから。コメントがあれだね、流れが早くなるね。ありがとう。続いてアブテツさん、はい、ありがとう。どういうのが好きかな。お願いします。どういうのが好きだろう。あ、でもこれ好きそう。どういうのが好き。あ、ありがとう、スタンプありがとう。こちらこそありがとう、いつも話し方とかもありがとうございます。どんなの好きなんだろう。ありがとう。これにしよう。ちょっとなんか放課後感あるやつにしようかな。何、星かな。星になってますけど大丈夫ですか。ダイエット、ダイエット頑張れって。体調も元気になってよかった。マさんと話したらね、トーコさんと話した気分になれるくらい、私はね、もうハートーコさんに似てると思った。あとこの前もハートーコさん何回見たの。ありがとう。はい、これどうだろう。はい、好きそうな JK にしました。一緒にウォーキングしようにした。ダイエットってコメントがあったから、ありがとう。ダイエット頑張ろう、本当。アーシャまで、みんなもアーシャまで一緒に頑張ってくれるの。続いて2枚、にゃろめさん、ありがとう。にゃろめさんいますか。にゃろめさん、これと1枚、制服。分かった。どの制服が好きなの。にゃろめさん制服が好きだったんですね。公園でも制服を見てた、もしかして。また公園来てください。お、のりさん、自分がなってそうだよ。公園にしよう。制服仲良し、仲良し。こっち、こっちがいいか。じゃあそうしよう。欲しい、ちょっと見てます。制服、制服マニアだったんだ。はい、のりさん、もうラーメン、ありがとう。 OK、 まーちゃん、ありがとう。ラーメンの話聞かれた。ありがとう。はい、ありがとう。次、1枚目完成。2枚目はちょっと制服がお好きということで、制服を中村道弘、お送りしますね。1枚やってるやつを制服好きとして今見てる人に知られていく。やろうさん、ありがとう。めっちゃ燃えてるやつ。
めっちゃ燃えてるやつ。自分って言ってる。この写真と。ありがとう。あ、マリオさんありがとう。はい、できました。1枚目。猫。2枚目。横向きのやつ。制服より私を見てくださいって書いた。ありがとう。2枚。レピーって書いてくれた。ありがとう。私もレピーのね。元気で過ごしてね。わかりました。元気で過ごすね。お互いね。今日髪の毛下ろしてるんですけど、広島雨なんですよ。だからすごい湿気で髪が広がっていく。続いて JT さんありがとう。 JT さんどれが好きかな。うん、どれが好き。レミちゃんいる。髪巻いてますよ。巻いてるけど湿気で取れちゃった。レミちゃんうん、何が好きかな。ありがとうレミさん。あ、みんな雨？全国的に雨なの？今日気をつけてね、帰りとかお仕事中の方もいると思う。店員悩むね。いっぱいあるからね。猫にしよう。猫にするよ。お、レミにレミちゃんって書いてきます。ありがとうレミちゃん。レミちゃん今日もレミちゃん偉い。レミちゃん、はい、できたよ。え、香港も雨？台湾も雨？え、世界中が雨？ありがとう。JT さん。猫にしました。お願いします。続きまして。センスゼロさん、ありがとう。センスゼロさんは、じゃあこれにしよう。即決。これにしますね。何でしょう。台湾の雨、みんな雨、雨だね。ピアル舞台に向けての意気込み。分かった。簡潔に。むず。文字数足りんよ。そんな一人で1時間ぐらいかかる。ちょっと待ってよ。やばいよ文字数が。はい、できました。はい、センスゼロさんありがとうございます。 PR 舞台の意気込みということでこちら書かせてもらいました。ありがとうございます。もう呼ばれてないよ。お願いします。まだ呼ばれてない。続きまして山崎さんありがとう。山崎さんは何が好きかな。これかな。あ、待って。これにしよう。
キーワリ生誕の花冠なんて言うんでしょう。なんか私今日さコンサートに行った人みたいな格好じゃない？いるよねそういう人。双子コーデ。まだ木原のパン祭り。もう春だね。もうすぐパン祭りの時期だね。ね待ってください。やばい。花冠これめっちゃお気に入りだからいつもポチャッコにかぶせている。ありがとう。テンション上げみたいなやつ。ありがとう。ロブ君のテンション上げだからちょうどいいね。はい、ありがとう。山崎さん、ありがとうございます。ありがとう。これにしました。お願いします。この前磯貝さんとさあの写真撮れなかったのがちょっと後悔ですね。後で撮ろうねって言ってくださったのに。ありがとう。続いてコウさん、ありがとうございます。コウさんさっき言った気がするけど、コウさん行きますか。今来たか。ね待ってよ。うん、まだ呼んでないですね。コウさんどれがいいかな。いつも緑のハート使ってくれるから緑のハートの方がいいかな。どれだ？緑のハート。あんまなかった緑のハート持ってるやつ。ありがとう。これにしよう。あ、いた。ありがとう。ほうさん。そう、今日ね、ランダムっぽいね。はい、できた。じゃん。これはクマです。ありがとう、母さん。緑のハートさのやつ見つからなかった。今ね21人目かな。だから呼ばれてない方の方がまだ多いです。購入順だと思う。多分私はみんなが何番目に買ったか分かんないから分かんないけど購入順だと思います。続いてスプマンテさん、ありがとうございます。スプマンテさんどれが好きかな。みんなのさあの趣味を教えて。砂糖以外で甘い言葉をお願いします。甘い言葉ですか。甘い言葉が欲しいの。分かった、じゃあこれにしよう。ぽいのあった。2年生と落ちたから、すごい来ないって言ってたけど、あの来てください。ちょっと待ってよ。採用したので。よろしくお願いします。伝言です。嬉しい、来てくれて。まず、1枚目。2枚目。甘い言葉、これお断りする流れのやつじゃないよね。大丈夫だよね。
私だけなんかノリノリで書いて、なんかあれみたいなやつじゃないよね。大丈夫ね。ありがとう。はい。ちょっとういういしい感じのやつ。ありがとうございます。おもろ、ありがとう。お願いします。続きまして。ありがとう。ありがとう。続いてあきもさん。あきもさんです。ありがとうございます。ね、面接ね厳しいよ。あきもさんは何が好きなの？結構二人を知ったんだ。ありがとうございます。どれが好きかわからん、みんな。これ好きかな、じゃあこれにしよう。これ多分愛情は今かかってる音楽はカタンマイの入り口なんですけど、私この曲大好きで。あ、当てる？何でしょう？今私カタンマイの両方にしっかりなってほしいので、かわいい。じゃあ私も両方になってほしいので書いておきます。でもさっきりなちゃんがチョコケーキくれた。そう、チョコケーキあげたんですよ。もうちょっと本当にやばいなと思って、チョコケーキあげました。そう、池田と半分こしました。はい、ありがとうございます。あきもさん、ありがとうございます。餌代かからないよ。お願いします。ありがとう。なんかチョコケーキね、あれあのコンビニで売ってる、なんかチョコまみれみたいなやつ、もうプレミアムみたいなやつをくれました。続いて昼休みさん、お待たせ。昼休みさん、やっと呼ばれたよ。どれが好きかな。この歌いいよね。なんで謎マーク。ありがとう。お散歩パセリちゃん、お散歩パセリちゃんがいいの？じゃこんな反抗期のパセリダメだね。こんなパセリはお散歩行かなさそうすぎる。どうしようかな。お散歩に行きそうなやつ、あ、これにします。これにするね。さっきの反抗期のパセリすぎ、いやみんな好きだろうなと思った。でもこれね、池田も好きって言ってました。これ欲しいって言われた。反抗期が良かったんですか？でも私もね、これ気に入ってる自分で。いろいろと教えてください。はい、これにしよう。ちょっとお散歩待ちの犬みたいなやつがあったから、これにします。あ、この曲は、この曲は？ありがとう。ありがとう。昼休みさん、お願いします。かわいい、かわいい。続きまして山猫坊主さん、
ありがとうございます。山田久保おじさん、父親が不機嫌そうに舌打ちをしてたちやこれにしよう。そんなに気に入らないですか。あ、3枚ちゃん、てっちゃんありがとう。お断りでお願いします。わかった、お断りそのおもてなしみたいな感じか。また エココーナーに飾ってください。山猫カーテンの近くのエココーナーに。お断り、はい、お断り。嘘。はい、ありがとうございます。ありがとう山の子ぶさん。続いて平手おじさん。平田おじさんあれでしょ、制服興味ないってこの前言ったから。平手おじさんは愛のメッセージよろしく、禁止ワードお断り。禁止ワードまで指定されてしまった。愛のメッセージ、これにするね。愛のメッセージってお断りってそれ書くふりやん。ちょっと字は地に点々。愛の、ありがとう。愛のメッセージ、旅行に出てくださらない。はい、なるほど。ありがとう、存在、けっちゃん。ありがとう。じゃあこれにしよう。ありがとう。かな、これで愛のメッセージかな。猫ハート書いて愛のメッセージっぽくしたか。愛のメッセージとか普段言わないから、全部断ってるからな。はい、平田おじさんどうでしょうか。ありがとうございます。ありがとう、お願いします。ありがとう。見えたかな。続いて3枚、ゆうたくん、ありがとう。ゆうたくん何が好きかな。すごい嬉しい、ありがとう。ゆうたさん、かわいい。ゆこちゃん入れたね。これめっちゃ漏れてる。何がいいかな。何がいいかな。はぁ、ありがとう。ゆこの絵描いてたね。ゆこの絵描いてありがとう。ありがとう。あ、間に合わない、そっか、言ってた、間に合わないって言ってた、メールの返信で。何がいいですか。ちょっとびっくりさせたいね。そしたら一個これにして、3枚にしよう。え、この曲久しぶりに聴いた。これと、ありがとう、これにします。これと、あ、でも、いや、待ってよ。ありがとう。これにします。これにするわ、決まりました。ゆうたくん3枚ですね。ゆうさん、あ
なんかそういえばあの物置のことは書かないでくださいって言われたメールのあれで今日見れませんけど物置については書かないで。あえて書く。知れない大丈夫かな。びっくりすると何描こうかな。なんか博士みたいな絵描いてるんですよね。なんか毎日描いてる気がする。3枚くしゃみしてるかな今頃。くしゃみしてるといいね。じゃあ行きます。1枚目じゃん、2枚目じゃん、そして3枚目じゃん。あれおしめ増えてない。ありがとうございます。3枚。ゆうたくんありがとうございます。お願いします。じゃあ続いて2枚。エドモンドさんありがとう。さっき言ったエドモンドさんはこれと、これとみんなさ自分じゃない時の圧にはすっごい笑う。人ごとのようにみんなもですからね。みんなもだから制服と耳が欲しい。コメントパセにお任せ。分かった、分かりました。制服と耳、耳ね。探すよ、探しちゃうよ。ここ、あ、これかな。耳、制服は何これにしよう。制服ね、いっぱいあるんですよ。あ、こっち、こっちにしよう。うん、こっちにします。いつかこんな生きるしさ。パセリにお任せか。ちょっと待ってよ。エドモンドさん、それなもくもく書いちゃう。ね、もくもく書いちゃう。普通にお任せ。考えてくるって言ったやん。本当に？いやね、でもね、かけたよ一枚。考えてるから。まあ、超かわいい。もう一枚。太陽みたいな存在なので、太陽かもしれない。もう一枚。一枚今書き終わった。なんだろうな。お任せ？あ、リネ建設書こう。次、次、ルネ建設書くわ。なんか逮捕されたいっぽいから。
よし。よし、できました。耳と制服リクエストもらったので2枚お送りします。ありがとうございます。エドモンドさん、ありがとう。お願いします。続いてムクゲちゃん、読めるようになった。ムクゲちゃん、ムクゲちゃんは何が好きかな。さっきからそれしか言ってないな。ありがとう。ジニケンジ、どれがいいかな。じゃあこれにしよっかな。なった。いや、うん、私本当優柔不断だから弱いよ。これにしよう。決まったよ。ありがとう。決まったからね。コメントはいるかな。コメント書いてほしいのあるかな。ちょっとお任せで、もう私は勝手に書いちゃうから。ありがとう、むくげちゃん。お願いします。私もこの配置にしてパー整理。続いて、ホッタさん。ホッタさん。ホッタさん、ホッタさん、ホッタさん。いますか？今日も運転中かな？いつも運転してる。運転のあれ、ホッタさんいないの？今日も忙しいですか？どれが好きなんだろう。これ好きかな。何しよう。この歌泣きそうになる。よし、安全運転にしよう。いつもなんか運転してるから、いつもね、話し会の時できた。ホッタさん、ありがとうございます。安全運転です。ありがとう。お願いします。続いてゴンケさん。ゴンケさん、制服がいい。決めつける人になっちゃった。ゴンケさん、お花のやつがいいな。私お花めっちゃこの前あれしたから、あの胸に刺すお花あるじゃないですか、入学式とか卒業式で。それ絶対胸に刺す量じゃないでしょっていうのをね、刺してたんです。この前これにしよう。勝手に決めました。
書いてほしいことあるかな。この司会来てくれてありがとう、マジで。普通に話して優しい、話してよかった。私はありがとう。最後に愛情込めるから。オッケー。アイス部部長パセリ三条で分かりました。え、三条感ある。なんかもっとなんかこれとかにしたらよかったね。参上してるもん、これ。これ気に入ってるから。ありがとう。ありがとう、部長。ありがとう。部長。ありがとう。元気出た。参上。元気出た。ありがとう。次、中友、2枚。よし。どう？ありがとう。ゴンケさん、ありがとうございます。一枚、嘘。ありがとう。お願いします。ありがとう。その次の人続きまして、シーサイドさん。シーサイドさんは何が好き？緊張しないおまじないでも書いてくれ。ありがとう。待って、あなた嘘。かわいい。でもずらしても映る。中友ありがとう。はい、初。え、嬉しい。ありがとう。かわいい。映ってもいいけどさ、もう気づかない感じが、ね、嬉しい。かわいい。わちゃん撮ってね。シーサイドさん、わちゃん書いとこう。じゃあこれにするね。足元、シーサイドさん。ああ、パセの声じゃない。嬉しい、初。嬉しいな。ありがとう、中友。シーサイドさん。はい、中友。ワンちゃん書いてるよ。じゃあ、ああ。じゃん、シーサイドさん、ありがとうございます。見えた、ありがとう。お願いします。続いて大吉さんです。ありがとうございます。大吉さん、大吉さん何が好き？ありがとう。こちらこそありがとう。いつもありがとうございます。何が好きなんだ？ありがとう。うん。うん。ランニングして偉いよ、ちゃんと。ちゃんと歩いて偉いよ。これにしよう。これにします。散歩して偉いよ。大吉さんいますか？ないの？いないんですか？お仕事中？書いちゃった。お仕事中かな。お疲れ様です。大吉さん。
待ってる。これありがとう。借りまーす。はい、ありがとう。気をつけて帰ってね。これ？うん、持って帰るよ。え？持って帰っちゃうんだから。いいよ。え、それは申し訳ない。大吉さん、ありがとうございます。ありがとう。お願いします。なんかこれを返しに来てくれました。続きまして、カズさん、ありがとう。2枚です。2枚。カズさん、ありがとう。何が好き？ありがとう。もう1枚今目に届いてたのかな。ありがとう。お願いします。ああ、これと、これ、待って待って、焦る焦る。あ、じゃあこれにします。カズさん。この曲はあんまり最近披露してないよね。ダメです、今すぐ止めてください、運転を。ありがとう、カズさん。ありがとう。2枚ありがとうございます。ありがとうございます。これにしよう。まさとしさん、書いてほしいことありますかね。いらっしゃるかな。ありがとうございます。 JK パセリをお送りいたします。ありがとう。お願いします。続きまして、3枚。おみかんさん、ありがとう。おみかんさんね、いつもね、いた本作れるけどね、多分また可愛い、誰も可愛いって言ってくれると思うんですけど、何が好きかな。その中でも褒め上手だからね。これと、次、ももさん、何が好きなんだろうか。はい、ありがとう、ももさん。嬉しい、本当にありがとう。でも何が好きですって言いづらいよね。ももさん、ありがとう。言いづらいですよね。こんな何が好きなのとかみんなの前で言われて、多分。充電器のソルハさんみたいに。キュンとする一言と3トンの圧のある一言があると喜びます。3トンでいいんですか。オキさんへの愛の半分じゃん。もう書いてたね。あ、やばい、ちょっと猫チンタンさん映っちゃう。まだ映ってないでしょ。終わってないです。
ったんですよ、ね、疲れてきたらさ、OL って言われたの。でこっ これにする。次、3トンの愛。3トンの愛とは。ゴミ缶。ゆりちゃんみたいなチェキ。そう。マスクユリのユリみたいなチェキ、チェキ、チェキです、チェキです。1ユリちゃんいるか。一、うん、大阪ちょっと受験期のソルハさんみたいな。リアル会いたいんですけどちょっと。本当によ、本当によ、ちょっとピモピモピモピッとイチャイチャする気持ちはわかるけど、まあ嘘わかんないけど、あの私のユウ、あとちょっとアニメ、よし一二。ゴミか。三トンの圧、三トンの圧か。愛じゃなくて圧か。圧。ありがとうございます、おみかんさん、ありがとう。届いたらじっくり読んでください、ツイートしてください、お願いします。ツイートでみんな見てください。続きまして、しんちゃんさんです、ありがとう。しんちゃんさんは制服好きですか。これにしようかな、これにするね。3トンの圧難しいやん、3トンって相当な圧を加えて、象ぐらい、リンゴとか潰れちゃうからね。しんちゃんさん、これにしようかな、制服ね、分かった、制服にするね。大切にして、ありがとう、セカンティーも本当にありがとうめっちゃおもろかったけど、ありがとう、ね、しんちゃんさん、ありがとう、これからもおいしい、ありがとう。次、マイ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 、ありがとう、三枚、マイマイ三枚、ありがとう。メッセージはお任せ、制服で。超幸せそうなやつ。なんかすごい重くなっちゃう、なんかさっきさ重めのコメントを書いたからリクエストで、なんかもう重女のモードに入ってるのかわかんないけど、めっちゃ重いかもしれない。もうね、あとね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,16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 8,159,160,161,162,
おもんのモードに入ってますね。ありがとうしんちゃんさん。ありがとうございます。ずっと好きでいて、ずっと一生とか書いてるから、嬉しい。いいねって言ってる。ありがとう。続いてジュナラゴさん、ジュナラゴさん、ジュナラニカユグレさん、どっちがいいかな。これにしよう。これにするね。
させるときもダメよ、見せたら。お任せで、分かった。ちょっと圧が続いたので、甘めモードに入ります。ありがとう。ジョノラゴさん。ありがとう。お願いします。続きまして、スンスンさんです。スースーさんもなんか書いてほしい言葉を事前にお話し会で聞いたので、そちらを書いていこうと思います。でも制服がいいのかな、制服がいいの。ありがとう。ちょっと待って、的中。 パセリ名は、ね、ライダースキボー。そうだった、ライダースキボーだった。めっちゃ白飛び気もするけど、うん、いやでもな、あると思う。そんな飛んでない。これにします。ありがとう。敵中、敵中。びっくりマークは2個。見ました。できました。ライダース書きました。あのほどほどにしてください。ありがとうございます。お願いします。あの書き事はほどほどに。続きまして、しゅんさん2枚ありがとう。しゅんさんです。何が、じゃ違う方がいいよね、2枚だから。これと、このあれが全身新しいんですけど、靴下とこれと、これにする。あ、やっほー。雨大丈夫ですか？お洋服の話いっぱい出て嬉しいです。ありがとうございます。コメントはパセリに任せる。分かった。了解。1枚目、じゃーん、制服とライダー制にしました。ありがとう、ありがとうございます。
しゅんさんお願いします。続いて多分私やばい犬こりだよって私一番遅い多分やばいやばい。続いてクワドリさんです。ありがとうございます。クワドリさんこちらにします。仲良くなろう、仲良くなろうって書いておこう。まだそんな知ってはいるけどもうちょっと仲良くなりたい。クワドリさん、ありがとう。最年長推しな私のツンデレなセリフを。分かった、ツンデレ。ありがとう。次鍵しめです。ゆういちくん、ありがとう。漢字のゆういちくん、ありがとう。ああ、ありがとう。ツンデレかな、これは。嬉しい、ありがとうございます。カードリさん、本当は若い子が好きなんでしょうって書いた。ツンデレ難しい。お願いします。これ続きまして、2枚。オズさん、ありがとう。オズさん、なんかオズさんはついてないことが多いってこの前言ってたので、いいことが起きるようなねやつがいいですね。じゃあこれとバイトも頑張って本当に休みちゃんと、え、嬉しい本当に。おすすめのより2枚、よりめちゃめちゃ引き選んでました。危ない危ない。より、じゃあこれ寄ってる、めっちゃより、これとこれにします。陸上も、あ、陸上もやりなんか頑張って、バイト頑張って、ありがとう。見せ目もおめでとう。重めお願いします。わかった、ありがとう。重め、ありがとう。で超重いかもしれんよ。オンラインサイン会してありがとうございました。で今からおやつの紹介します。おじさん、そうなんか見て欲しかったんですよ。あの本当に全身新しくて靴も新しいんですよ。アクセサリーも新しくて本当に全身新しいんですよ。見て欲しかった。今日はなんかハフっていうメーカーのお洋服で、でしたもん。はい、できた。おじさん、1枚目、一生一緒に誕生日祝おう。めちゃめちゃ重いよこれ。で、これはいいことがあるように書きました。ありがとうございます。2枚、あずさん、ありがとう。お願いします。続きまして、まこばやさんです。ありがとうございます。まこばやさん、セーラー、これにしよう。かわいくない、まこで、これめっちゃ可愛いですよ、ね、重めって難しいね。これここもハート、これもハート。みんなはもっと重くていいんですよ。今日はいます。それはありがとう。何書く、メンズのブランドだからよかったら真似してください。初めて知ったんですよ。靴もナイキの真っ白なやつ真似して全身真似できるよ。何書くとか言ってもう書いてる。ネックレスはアナザーユースの。今日はね、韓国サボり禁止って書くの。あのこういう服は中学生ぶりで一つも持ってなかったんですよ。だから嬉しい。サボリ、サボリ現金。一生その服でーって言われた。嬉しい、本当に。なんかすごいツンデレな敵が出来上がってしまった。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。まこばやさん、お願いします。サボリ現金。サボっちゃダメだ。続いて、りょうさん、ありがとう。りょうさん。
じゃあ30分に披露するかな。コメント軽く読んだ。いや、なんか本当に新鮮ですよ。だからよさ、これにするね。カジュアルの、あとグレーの服、私お任せします。わかりました。初めてグレーを買いました。いつものブラック、グレー初めて着ました。私の母グレーが好きなんですけど、私そのグレー好きじゃなくて、グレーに買いました。夜中の私の母はあのグレーなんですけど、私はブラック派で嬉しい。はい、できた。じゃん、りょうさんありがとう。アップ目にしました。ありがとう。お願いします。続きまして、ヤジウマさん、ありがとう。ヤジウマさんはどれが好きかな。これかな。これかもな。マニアック。ありがとう。これにする。コメントは私がサイン書いてる間ならコメント。間に合います。リクエスト、みんなも汗が書いてる間なら何でも大丈夫です。分かった。さっきみほにせんべいあげた。可愛い服を着て着るとちょっと、なんて言うんだろう、緊張するというか、なんかちょっと嫌、嫌っていうか、なんか恥ずかしくなってきてる。最近ブリブリな服を着るのが、だから多分こういう形態なのかもしれないので、まあでももう 1,2 回 ,3 回ぐらい行きたいかな。でもまだ可愛い服みたいな含めるので、はい、じゃーん、ありがとうございます。ヤジウマさん、バナナが来ます。可愛い服、おせんべいね、あと2枚ぐらいお家にある。あとみんなにあげた。お願いします。届いたらじっくり見てください。ありがとう。じゃあ続きをして、あっちゃさん、ありがとうございます。あっちゃさん、あっちゃさんは、じゃあ10歳から、10歳いくじゃん。ありがとう。12、もこあっちゃさんは、こんにちは。こっそりパセリラブです。なんでこっそり？ゆりちゃん、ゆりちゃん、こっそり。ありがとう。あっちゃさん。特に。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、あっちさん、ありがとうございます。萌えセリフお願いします。ごめん、萌えセリフになったかな。ありがとう、お願いします。続きまして、2枚ダルさん、こっそり、あ、こっそりいいけど、本当はいいよ。私こっそり容認派だからいいですよ、全然。はい、でも、なんか萌えゼリフって書いてたから、萌えゼリフが分かんなかったから、ちょっとこっそりじゃなくて、もっと好きになってねっていうことです。でも全然こっそりでいいです。こっそり、ありがとうございました。こっそりこっそり好きでいるうちに、どん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 愛が募っていくのです。バルさん2枚、何がいいかな。これと、これと、こっそりね、好きな人ほどなんか結構ずっと好きでいてくれる傾向があると私は思っております。桃枠が本当に枠あるから、2回もちょっと可能性があるって考えるとめちゃくちゃ嬉しい。本当にありがとうございます。これにしよう、これにします。よかったです。
かでもまだ投票期間は始まってないですけど、やらせたい投票期間は誰さん今日未練って言ってた気がする。うん、ドライブのチャットで見れませんみたいな来てた気がします。もしよかったらそちらもお願いします。本当にありがとう。ずっとしたかったんですけど口で伝えた方がいいかなと思って今日言いました。ありがとう。そうね、あ、そう、まだ副デイズないから計算忘れない。ありがとう。でも嬉しいです。なんか一番いい2枚目。じゃあまた会いましょう。本当にありがとう。1枚目、引っ越し祝いのお花と、また会おうね。ありがとう。バルさんお願いします。なんかラジオで転勤しますって言ってね、転勤先を書いてないのに私がねラジオでバラすって海外なんですよとか言ってバラすっていう。続きましてマンポンさん、ありがとうございます。ありがとう。北海道は寒いのかな今。寒いですか？見てますか？北海道は今どんな気温なんだろう。行きたかったな私も。コメント方言入れてほしい。わかった。了解です。方言。方言です。ありがとうございます。マンポーさん寒さに気をつけてお願いします。続きましてあつしさん、ありがとうございます。あつしさんいますか？何がいいかな。ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうございます。ありがとう。お願いします。続きまして3枚、トトさんです。ありがとうございます。何が好き？じゃあ1枚2枚。何、星になってる。沖さんラブって書くの？私が断りを書くってこと？じゃあ確認します。お、え、沖さんラブ感あるのどれだろう。なんかめっちゃなまってた。沖さんラブ感ある。
これにしよう。決まりました。兄弟はチェキ替え。呼びましたもん。呼んだ。楽しみにしててください。届く。ない。もうみんな見飽きたかなと思ってこっそりお家にでつけようと思います。お仕事で見れなかった。お疲れ様。お仕事と何だったっけ、何だったっけ、お断り、お断りですね。タオルのデザインのやつがあったんですよ。ファンの方との相談するやつで、それでお断りですってね書いたんです、タオルのデザインに。そしたらスタッフさんに、これはどういう意味ですかって、お断りですっていうのはどういう意味ですか、書いても大丈夫なやつですかってめっちゃ聞かれて気まずかったです。ちょっと待ってね。はい、1枚目オキさんラブ、2枚目耳、3枚目お断りです、ありがとうございます。3枚ありがとう、ありがとう、お願いします。続きまして伊藤博さん、ありがとう伊藤ひろしさん。なんかいつもアイス禁止しているよね。アイス禁止中なので解禁させてくださいみたいな、いつも言ってるイメージが。これにしよう。アイスの伝道師になる意気込みを。分かった分かった、ひろしの志は心だし、ちゃんと間違えない。アイスの伝道師、もっと多くの人々に伊藤博さん、ありがとう。アイスたくさん食べてください。ありがとうございます。お願いします。私はもう普通にアイス食べてますよ、全然。昨日もソルハさんが泊まりに来たんですけど、あのアイスを買ってきてくださって、アイス食べました、夜一緒に。続いてジジちゃん、ありがとう。ジジちゃん横チェキが欲しいって言ってたから横チェキにします。前にコメントで言ってたから。ちちちゃんコメントは何でいいかな。
応援メッセージを書いてほしい。わかった。できました。制服で応援コメントで横チェキ。ありがとうじじちゃん。ありがとう。初チェキありがとう。リアル舞台応援しています。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。頑張ります。続きましてチョコラブさんありがとう。チョコラブさん。チョコラブさんはこれにしよう。これにするね。そう、横チェキね、あのスタッフさんにお願いしたの、撮ってもらうとき横でお願いしますって。ありがとうございます。こうやって椅子にしてるやつありがとう。お願いします。続きましてコウジさんありがとう。コウジさんどれでいいかな。これにしよう。コウジさん、あ、いた。長めであと日付をお願いします。わかった、了解いたしました。23日、はい、コウジさんありがとうございます。いつも見守ってます。ありがとう、嬉しいです。ありがとう、いつも見てくれて。コウジさんありがとうございます。お願いします。続きましていっくんです。ありがとう。いっくん何が好きなんだ。ちなみにあとね、制服猫が3匹ほど。腕まくり制服もある。腕まくり制服にしようかな。横チェキ希望です。待って、横チェキも、あ、ラス1横チェキありました。これで横チェキ、横チェキあったよ。コメントお任せ。あと何人？わかんない。まだまだ。でも私の書くペースだよね。選ぶ時間と書くペースが遅いからだと思う。できた。あれ、配信が止まりました。なんでなんで動いてる。え、私の戻った、私の画面が止まってました。いっくんありがとうございます。ありがとう、お願いします。多分私の画面が固まってた、フリーズしてました。続きまして2枚、角さんです。
そのさん、お花のやつにしよう。そのさん、ただいま。お花のやつにしよう。そのさんいますか？一枚。あ、いた。やっほー。こんばんは。これとこれ、これにします。ピッピッピー。パシャの買ったよね。大丈夫よ、名前ある。大丈夫、まだある。まだあるじゃない、名前ある。安心して、待って待ってて。つのさん、ワイも買ったはず。あるよ、名前あるよ。安心して。ありがとう。2枚、1枚、2枚です。ありがとうございます。見えるかな、届いたら見てください。ありがとう、お願いします。続きまして、柏、なんて読むんだろう。ベンさん、ベンさんです。ベンさん、ありがとうございます。これにします。アットマーク台湾。三。僕隊、お、そう、今週僕隊がね、久々に会えるよね。1ヶ月、2ヶ月ぶり。ありがとうございます。ベンさん見てるかな、ありがとう。お送りします、お願いします。続きまして、タカヒーロータカさん、ありがとう。タカヒーロータカさん、あ、横チェキまだあった。あと1枚。これにしよう。はい、こんばんは。ちょっと待ってね。タカ、何書こうかな。ギリギリ休憩時間、じゃお仕事。
とかヒーロータカさんありがとうございます。ありがとう、お願いします。続きまして陣内さん2枚ありがとうございます。2枚、1枚、1枚、2枚、エールお願いします。わかった、ちょうどいい席だった。1枚目、じゃん、横チェキありました。頑張る陣内さんにお疲れ様の気持ちを込めてって書いてと、頑張れーでちょうどこうやってしてるやつありました。ありがとうございます。2枚、ありがとう、お願いします。続きまして高尾炭治郎さんです。ありがとうございます。高尾炭治郎さん、これにしよう。これにする、やっほー、よし。水着のチェキでないわ、ないわ、コンプラ違反ですよ。高尾炭治郎さん、水着ないって書きました。ありがとうございますありがとう、水着ないです。またあのね、そういう機会があればないけど続いて黒猫パセリーズさん、ありがとうございます。じゃ黒猫にしよう。ここにする、ここにします。パセリをめでる会研究生でお願いします。わかりました。パセなの？早く昇格してください。はい、
級生の黒猫パセリーさん、ありがとうございます。猫にしました。ありがとう、お願いします。続いて三船さん、ありがとうございます。三船さん、どれがいいかな。三船さん、沖さんパートをじっくり聞く人しちゃった。三船さん、ありがとうございます。ありがとう、お願いします。続いてチャンレナちゃんです。ありがとう。制服、これはね一番最後まで残しておく。このこれはパちゃんって入れてください。わかりました。パちゃん、ありがとう。パちゃんからチェキをお送りいたします。ありがとう、お願いします。パちゃん、今日もなんかサヤンからパちゃんって来たラインが。続いて2枚、イハクさんです。ありがとうございます。こちらこそありがとう。イハクさん、イハクさんはパちゃんって書く、パちゃんって書かない派。パちゃん、パちゃんは私のこと。1、2、2、3、いないですか。パセが勝手に帰っていいんですか。勝手に書くよ。いいんですか、勝手に書いて。2枚、じゃんじゃん、ありがとうございます。イハクさん、ありがとう、お願いします。続いてレインボーさんです。ありがとうございます。レインボーさんは声にする、
あ、でもこっちの方が好きそう。こっちにする。うん、こっちにします。しちゃったから、もうみんな寝落ちしてたらどうしよう。はい、できた。じゃん。上手って書いた。ありがとう。また絵描いたら見せてください。ありがとうございます。水筒待ってるね。続きまして、まいちゃん。まいちゃんです。ありがとうございます。まいちゃん、宇宙の果てで鍵になれてる知識。まいちゃん、コメント眺め、わかりました。あるよ制服。まいちゃん、ちょっと待ってね。え、もう学生って春休みかな。まだ、なごめん。まいちゃん、ありがとうございます。ありがとう。制服クマのやつにしました。ありがとうございます。頑張ってお勉強、うん、続いてぼんやりさん。お待たせ、ぼんやりさん。どういうのが好きかな。制服だとすごく助かります。助けちゃおうかな。助けちゃうね。うわぁ、人助けしちゃったわ。来世も人間かな。やばい、めっちゃ重いかもしれん。そういうことじゃないよね。助かります。助け合って生きていこうとか書いて老夫婦か何かで。ありがとうございます。ありがとう。続いてプラザ48さんです。ありがとう。トントントン、プラザ48さん、何が好きかな。これにしよう。お任せ。パセリちゃんなら何でも好きです。じゃあ猫ちゃんにする。
ラザ。はい、できました。猫にしました。ありがとうございます。ミフィー、ありがとう。お願いします。続きまして、佐賀さん。佐賀さんです。佐賀さんの何が好きかな。制服好き。佐賀さん、制服にする。じゃん。パセリも公園連れてって。ありがとうございます、佐賀さん。お願いします。公園にね、行ってたこの前、 AKB さんの僕隊見に行ってみたい。私も。続いて千春ちゃん、ありがとう。って声にしちゃおう。いた。ツンデレ。わかった。頑張ります。任せて。積んで、病室で見て、なんて積んでるとか言ってる場合じゃない。もう元気になってねって書きたい。積んでる、頑張れ。私のことばっかり見てないで、自分も大切にしてねって書きました。ツンデレだけどちゃんと元気になってねっていう気持ちを込めた。ありがとう。早く良くなりますように。早く退院できますように。お願いします。頑張れ。あ、続きまして、神戸のマーチさん。神戸のマーチさん、神戸のマーチさん、神戸のマーチさん。これにしよう。返事が元気だ。勝手に書いてもいい？ありがとうございます。無言の圧。続いて、せいちゃん。せいちゃんです。残り枚数が少なくなってきた。
白飛びマンがいるから。ライダース？待ってよ、ライダースさ、白飛びマンしかいない。これライダースピースか。ライダースでも白飛びマンだよ。ライダース白飛びマンじゃないやつはあと3枚しかない。ちなみにあの私の気に入ってるこれ。どっち当たる？これにするわ。最後まで取っといたやつをもう使っていこう。そう、コメントは好きなように。はい、ありがとう。顔にかぶってしまった、漏れてたのに。ありがとうございます。お願いします。続いて高博さん。高博さんは何がいい？あと、あの飛んでないやつ、これ。勝手にこっちにします。いや、こっちか、どっちか。あ、でもこれもある。これも。でも私の顔が、あの引きこもり時代の名残でね、白すぎて飛んじゃうのかもしれない。こっちにします。できました。じゃん、ありがとうございます。お願いします。プラス1になっちゃった。続いてもちはだくん。くん、もちはださん、珍しい。くん付け、この次なんかすごい上から目線みたいになっちゃった。なんか恐喝してる。大丈夫。これは良かった、良かったです。コメントは、勝手にます。コメント大丈夫？購買行くって。ありがとうございます。買わされるやっちゃん、お願いします。あと全部白飛びです。どうしよう。あと9。これはこれはもう顔がない。あ、でもこれは飛んでない。これはいける。
顔が白すぎるとか、うん、こっちはもう、もうこれは目が存在しない。1,2,3,4,5,6,7。お、スタッフさん OK が出ました。1,2,3,4,5,6,7,8。大丈夫なやつ、大丈夫だった。これではいきます。続いて、待って、今マネージャーさんが聞きに行ってくれた。あとこ、リネです。え、まだやってんの？そうよかった、変なことやめて。ねえ、いつも言ってるみたいな。そんな言ってないけどね。頑張って。頑張る、ありがとう。じゃあ続いて、としまささん、ありがとうございます。気をつけて帰ってね。背後に気をつけるんだよ。今日もエラニャンコありがとうございます。猫、頭にクマ、クマありがとう。続いて、はい、続いて、チャチャさん。チャチャさんね、賢い。ニックネームをチャチャ大好きだよっていう名前にしてる。そうやって書いとけばパセリが大好きだよって言うと思って。賢いね。じゃあ猫ちゃんにしよう。制服、制服、待って、制服も、あ、待って、あった、制服ありました。制服あったけど、唯一一個でもね、制服かな、これは。あ、制服唯一残ってたので、そちら使いますね。
どう？ちゃちゃさん、ありがとう。賢いね、ニックネームに入れてくるの。ありがとうございます。一応これ制服です。お願いします。続いてひろのりさん、ありがとうございます。どれが好きかな。制服だろうな。制服好きそうでもない。もう足、足のやつ、待って、足、残念、もう足ないですね。残念でしたね。足なかったよ。なかったよ。残念。まあこれ早いもの、あれね、購入順だからね。また次回あったら足を狙ってみてください。足って書きました足、ありがとう。次回足ゲットできますように。毎日神社に通ってください。お賽銭によってパセリの足をもらえますように。続きましてベルさん、ありがとうございます。ベルさん、どれがいいかな。これにしよう。ベルさん、いますか。ベルさん、暗闇、勝手に書いて大丈夫。できました。じゃーん、ベルさん、ありがとうございます。ありがとう、お願いします。続きまして、ハリーポッターメガネさん、ハリーポッターメガネさん、メガネ書こうかな。どうしよう、パセーポッターメガネ、重めのお任せで。分かった。重めの、重めか。重めかな、これは。どうだろう。
目ん玉が、ありがとうございます。もうメガネまねっこしたのに、ありがとうございます。どうですかこれ、目ん玉使わないやつ、後で書きます。後で目ん玉がメガネで潰れてしまったんで、この後書き直したいと思います。すいません、安心してください、目ん玉隠れは届きません。続きまして、サワッチョさん、ありがとうございます。もう続きまして言っちゃう、サワッチョさんです。どれがいいかな、これにしよう、キーマリ、いや、こっち、これにします。さあ、やばい、ちょっと見てほしい、名前がこんなにでかくなっちゃった。コメント何にする？コメントは、わかります。わかった。はい。ピースにした。ありがとう。名前がすごい。名前めっちゃでかくなっちゃった。ありがとう。サワッチョさん。ありがとうございます。続きまして、ジョニーさんです。ジョニーさんはどれがいいかな、これかな、これにするね。でかく書く、何書くかな、あ、見れないって言ってた今日、見れないって言ってたわ、卒業式とその後で見れませんって非全力流れてるから、非全力ってそういうとこ、はい、ジョニーさんありがとうございます。ありがとう、猫にしました、お願いします。続いてヤオトンさん、ヤオトンさんいますか、猫、激激あまあまで書いた米内緒で、分かった、じゃあ名前を先に書くね、これにしました。
今から書きます。激音内緒珍しいね。はい、内緒にします。ありがとうございます。ありがとう、お願いします。最後です。レインメーカーさん、ありがとうございます。レインメーカーさん、お待たせしました。ありがとう。いるかな、いない、いない。かっこいいニックネーム言われてますよレインメーカーさん。じゃ私が勝手に書いていい、書くね。ありがとうございます。勝手に書いちゃった。新しい環境でも頑張ってね。ありがとう、お願いします。そして最後にさっきの書き直すって言ったやつを書きます。ハリーポッターメガネさん、書く、書きます。ポッターメガネさん、そうメガネでね、あれだった。よし、そうだった、圧をくださいだった。できた、じゃん。長文でってことだったので、長文の圧、違う、圧だったっけ、なのでいっぱい書きました。ありがとうございます。届いたらじっくり読んでください。ありがとう、お願いします。ということで皆様ありがとうございました。届くのを楽しみにしていてください。今日はなんかすごい集中して書いてしまって、いつもはもっとなんかおしゃべりしてるんだけど、なんか今日はめちゃくちゃ集中モードに入っていたから、待ってる間寂しかったかもしれないんですけど、ありがとうございました。
メンバーみんな帰っちゃって私もすごく寂しかったんですが、みんなと話せて嬉しかったです。では今日はこの辺で終わります。今日のペンの跡、これありがとうございました。届くのを待っててください。壇上読んだら終わります。いきます。13位高尾炭治郎さん、12位スンスンさん、11位カズさん、10位伊藤博さん、9位ひろっちさん、8位亀さん、7位渡辺さん、6位しんちゃんさん、5位ジロくん、4位ひりあすみさん、3位ジノロニカウェグレさん、2位クロさん、1位コウジさん、ありがとうございます。それでは皆様、本日もありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。